馬解体に密着。登れるっすかこれ。登るんだよ。おい前バラしとけ。はい、お疲れ様です。社長変わっちゃいましたけど。社長代理誰？安井です。そのままで行くんだ。面白くないなっていう顔で見てますね。違います、もう1軒目で死んでるんですね。社長さんなんかあったんですか？1軒目ちょっと難関で、階段の上りより高校の時の部活とどっちがきつかったですか？ここじゃないですよ。失礼しました。今日はたけくんの足場解体に密着。いやでーす。前もって許可取ってますか？昨日から私は社長が出張中なんで、今日は竹くん密着していきました。僕たちデコボココンビで、これ上から崩していくじゃないですか。はい、アンチないじゃないですか今回。まるっと一周は入ってるんだよ。ディアメがあるから、ディアメの高さに合わせて一段丸くなってぐるーっと入ってる。でディアメにも乗れるようになってて、そのまま階段舞台で大屋根にも乗れるようになってるわけ。じゃあ賞味これぐらいだったら何どれぐらいで解体できるっすか？わかりません。元気がもう本当にないですよね。一軒目で。今何て危険だよ。なんだ。花粉と。あ、花粉症ね。花粉と。はい。ちょっと筋肉痛になるんじゃないかぐらい階段上り下りしたから。でそれで今から2軒目だと。足パンパンなのよもうすでに。登れるっすかこれ？登るんだよ。途中でも足プルプルして落ちんでくださいよ。大丈夫だけど。気になったんだけど、実習生3人連れてきてるやん。4人のフォーメーションが気になるから。役割。4人って遊ばしたらもったいない。これもう遊ばないよ。遊ばない。実習生もだってちょっとずつ解体普通にできてますもんね。できてるというかしてますもんね。みんなやってる。それは誰が決める？フォーメーションですか？フォーメーション。なお前たちとお前に学校行く。そういう感じでやってるんですか？うん。成り行き、なんか経験してる人の方がなんか上行きそうですね。まあ、俺の大体相方が今隠れてると思うんだけど、アインっていうね。ちょっと連れてください。アインさん、アインさん、アインさん。じゃあアインさん、小原武弘さんの相棒らしいんで。逃げてきますわ。アインさんは相変わらず撮影 NG らしい。テレやな。そう。お酒飲んだら何でもいいんですけどね、あの人も。一応基本的に各日本人にセットじゃないけど一緒に回るベトナム人の人で、へえ、がっつり決まってるわけじゃないけど基本的にはみたいな。基本的にはこの人とこの人、この人とこの人っていう組み合わせがあって、そこに新人のベトナム人実習生とか、まあ、レイとか下の子がプラスアルファでついてくる。で現場の内容によってっていう感じ。あ、で、たけさんはそれがアインさんなんだ。そう、なので基本的にアインがいて3人目、4人目が毎回違うんだけど、基本的にアインとのセットなんで、まあ俺が最低トップとか一番上ね、やるときにはアインがもうトラックの積み方を知ってるから、またみんなと積み方が違うんだ。そういうときには慣れてるアインさんがこっちになるんだ。そうそう、上に登ってくるかと思ってたけど違うんだ。で実際の手元は誰でもいいんです。なんで基本的にはアインがトラックやるからの、うん、今日の場合は残り2人がどう動き回るか、立ち回るか、受け取る人でやるのか、そう中間入る人をやるのか、多分そこら辺は各々で話したりとか、道具つけて俺行くよっていうアピールで。そう、なるほどね。本当にしんどい時、下が追いつかないとき、アインに要求してるんだけど追いつかないときはもう基本的にアインが中間入って新人のベトナム人に指示飛ばしながらっていう感じ。1.5 人働いてもらうみたいな感じだね。その指示と、そう、まあ、優秀な相棒です、ね、何年目？4号ぐらい。まだ特定技能じゃないか。一歩手前。次特定技能になるんだ。
不採用になったらやばいからね、この動画。本当ですよ。不採用にならないように、ボッツにならないように。じゃあもうぶっ続けでやるんで、一旦ストップ。はい。運ぶの大変ですね、これ。ね。ね。あげたいぐらいです。あかんよ。今のポージング。久しぶりの屋根が怖いよ。屋根の上。久しぶりの屋根の上やったから怖かったよ。渋滞しとる。真下行ってました。無事終了、まあ、2時間ぐらいかでもまあですね、ですね、はい、もうこの巨漢はついてかれへんだって一緒に上登ってたけどすぐ降りてきてましたもんちょっとあかんな、ね、気づいたら降りてきてましたもう花粉症で死んです。ハードワーク花粉ダブルパンチ、たまたまじゃないですこの季節は、うん、地獄ですねこの季節は花粉で、うん、足場のいい勉強になりました、ありがとうございました特に何もしないです締め方ねみおちゃんから何かあるんちゃう、なんで私、あ、ないかどういうこと、私何もないですけど、はい、何もないですけど私からはそんな感じで、はい、たけさんの足場解体密着終了、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、また見てね、また見てね、また見てね、硬っ